今回の動画は羽田ニューヨーク路線の JAL ファーストクラスレビューです。マリオットポイントからアラスカマイルに交換し、アラスカマイルで JAL ファーストクラスを予約しました。アラスカマイル経由だと燃油サーチャージも無料です。それでは搭乗開始です。ご案内いたします。ジャルグローバルクラブスパイアカイトキャストは、あれだね。プラス、ファーストシングルタラップがあるんだね。では乗ります。ありがとうございます。でございます。扉はついてないんですね。なので完全なプライベートってわけではないですけど、でもやっぱね広い。こういう風になっています。早速ウェルカムドリンクいただきました。まあね、僕アルコールちょっとあんまり飲めないですけれども、ちょっとだけねシャンパン。いただきました。せっかくなのでね飲んでみたいと思います。いやーもうアメニティ類が多すぎてねちょっと紹介するのが大変なんですけれども、とりあえず、今回乗る便がですねボーイング37の、300になります。まずですね、基本的にボタンを押すと開くって感じですね。ここの奥に、コンセントがあったのでそこに充電しています。でケーブルはここを通すと、はい、でこのテーブルなんですけどもここを押すとこうスライドですね、はい、すごく安定感のあるテーブルです。で向こう側にもねあのシートベルトがあるんですけども、これがですねなんとこのテーブルで例えばパートナー、まあ、結婚夫婦で乗られる際ですね、夫婦で向かい合ってお食事を楽しむなんてこともできるようなねためにあちら側に席があってシートベルトが付いているっていうことになります。まもなく離陸ということでテーブルルームね元に戻しました。さあ今から出発でございます。いやめちゃくちゃ広い、足をね伸ばしても伸ばしても届かないぐらい広い。でもちろんねあのフルフラットになるので最終的にはですねこのボタンを押せば、リクライニング段階分けすることができる感じですね。リラックスとベッドモード、まあ、あの微調整は多分これでねできるのかなと思います。でこちらがスリッパですね。で後ほどパジャマもいただけるので、離陸して上空で安定したらパジャマに着替えようと思います。これらのボタンを押すと、よいしょ、これが開いて、これがリモコンですね。モニターのリモコンであったりとか、CA さんをお呼びしたりとかね。あとミラーがついています。続いて、こちらにですね、たくさんの荷物入れがあります。今回、アメニティ、こちらが資生堂麺がね、ついてました。スキンケア系の僕が男性として予約したので、この僕の席にはメンズがありました。そして妻のひなの方はこちらビューティーなので女性用ですね、はい、これはフェイスマスク、パックなどなどが入っています。これもですね、あの希望すれば交換することができるそうなので、女性のが2つとも欲しいという方でしたらお伝えください。これがアメニティのポーチですね。これまた後ほどご紹介したいと思います。それと、ジャールさんといえば、このパナソニックのですね、ヘッドホン。このヘッドホン。これはね、お持ち帰りはできないんですけれども、残念ながら。はい、これで映画を楽しんで、ね、することができます。自分の荷物がいろいろあるんですけど、これね、本当に奥行きがあるのでね、忘れ物しないように気をつけないと。大変ですね。で、お水1本ね、いただいてます。ヘッドホンはここですね、挿すタイプ。あの当然日本製なので一般的な家庭ではなかなか使いづらいタイプです。で、読書灯、読書灯が左右に1つずつついています。で、またこの座席がね、ふかふかでね、高級感あって、いやー、さすがでございます。これがですね、上下に動きます。
上下の動かし方はそこのボタンですね。そこのボタンを押すと、まあ、上下にプライバシーがねできます。まあ、我々夫婦なのでねあんまり上げることはないかなとは思いますが、ヒナがねこうやって深夜に暴れてるのを見ることもできます。 CA さん呼びたいと思います。注意してもらおうかと思います。ピンポーンすいません、隣の人暴れてるんですけど。で、ブランケットいただきました。これもねなんか見たことあるデザインですね。こちらがちょっとメニュー入れになってますね。これが JAL ショップ、今回モリーズを買うことができるそうなので両親にプレゼントしたいなと思うのでモリーズを買って帰ります。今ねモリーズはなかなか買えないみたいで本当にプレミアがついてるみたいですね。機内販売だと2300円かなで買うことができます。インターネットで販売されてるんで価格がね1万3000円とかぐらいだったので、まあねみんな転売するんでしょうね。まあ、僕はもう普通に両親にプレゼントしたいと思います。でこちらが、ワインリストですね。ジャルのワインアドバイザーさん。でこちらですね、シャンパーヌサロン、これがですねなんか10万円とかなんか20万円するみたいな話もね聞いたんですけども、他のこちらのね下のルイ・ロデレールクリスタル、これもクリスタルなのでシャンパンでしょうね。機内ではですね赤ワイン、もうすごい種類のねワインありますね。焼酎と、純米大吟醸などなど、100年の孤独、僕でも聞いたことあるものがいっぱいありますね。モリーゾーでございます。これもね機内では飲み放題になっています。あんまり飲みすぎるとね大変なことになっちゃうんで、これがねすごいらしいです。ロイヤルブルーティークイーンオブブルー、これなんとねお茶なんですよ。お茶なのにボトル1本1万円するそうです。これもねちょっと飲みたいですね。はい、お茶なのにね提供スタイルがこれなんですよ。いいラウンジとか行くといただけるようなラインナップですね。すごい。あ、このコーヒーがね美味しいらしいんでね、これも必ずいただきます。とりあえずドリンクメニューは以上になります。続いてがこちらがメニューです。フードメニューですね。今回大福は行き和食を注文しました。ひなが洋食ですね。で和食はこういう感じになっています。まあこれはまたねいただく際にご紹介いたします。いや本当ね洋食のステーキも、ね、美味しそうだと思うんですけどね、今からアメリカに行くんでね最後に和食ということ でこのアラカルトメニューに関してはいつでも好きな時に注文ができるっていうタイプですね。ここでもね全然和食のねふみこの和食っていうふみこさんのね和食と、あとふみこのさんの洋食っていうのもねあったりします。でまたね気になるのがねこの中津の唐揚げ丼、ちょっと大阪住んでた頃多分ね食べたことあるんですけどね、このね松坂牛のしぐれ煮とかね、かき安ですよ。串盛り合わせとかすごいですよね。串盛り合わせが飛行機の中でいただけるんですね。火とかどうしてるんですかね、温め方どうしてるんでしょうか。サラダとあの芋のポタージュ美味しそう。卵とハムのサンド、三元豚のカツサンド、各種チーズ盛り合わせ、フルーツ盛り合わせ、枝豆のマカロンできたことないですね。全部でジャンボールエヴァンのショコラ、これもね必ずコーヒーといただきたいと思います。でここからは英語ですね。はい、イングリッシュになります。いやー楽しみですね。なんせ片道13時間のフライトですからね、まあたっぷりと楽しみたいと思います。それでは良き旅を。暴れてます。ピンポーン。
で、こちらが例の1本1万円する高級なお茶ですね。お茶だけど香りがすごく、アルコールじゃないんですけど、なんか芳醇なね、ワインのような香りがしますね。お茶なのに、すごい。いただいてみたいと思います。ちなみにパジャマに着替えました。もうすごくね、質が良くてね、お手洗いで着替えるんですけど、着替えた後に上着であったりズボンであったりは CA さんがハンガーにかけてくださるので、はい、ありがとうございます。あ、色は完全にワインですけど、緑茶です。なんだろうこれ、この茶はねすごいです。1万円するんだなっていう感じの味がします。香りがすごいですね。こちらチキンいただいてみます。粒マスタードがね入ってます。中に、ナッツが入ってます。ピスタチオみたいな、はい、ナッツとレーズン、それと、これが赤キャベツの多分ねピクルスですね。美味しい、すんごく美味しいです。はい、今回大福が注文した和食の前菜になるんですかね。これがですね、お魚と椎茸で、下がトリュフソースだそうです。すごい。で、これが伊勢海老ですね。伊勢海老と味噌のソースでね絡めて、いやー美味しそう。こちらもお魚のフライかな。これも、いやーすごいすごい。あー、すごくいい香りがする。いただいてみましょう。答えはこちらですね。左から煮穴子、山椒揚げ、ごぼうで、甘鯛、人参の、天ぷらですね。で、伊勢海老で、右上が松茸、和牛、赤こんにゃく、あ、赤こんにゃくなんですねこれね。で、松茸が入っていて、こちらがサワラ、しいたけ、トリュフソースのね、並びもこの順番の並びでね提供されるんですね。こちらは、羽田からニューヨーク行きの洋食のコースメニューになります。4種類のパンがあって、バター、塩、胡椒、オリーブオイルをつけて食べるっていう感じです。で、最初の一品目が、ヤギのミルクのババロアらしいです。オリーブオイルと、自然な塩を一緒に混ぜて食べてくださいということです。ちょっとね、ヒナとね、あとお互い味見するために交換しました。で、僕のところにちょっとパンをねいただいてるんですけど、このねミルクパンが柔らかい、もうふわふわでした。でね、3種類、オリーブオイルとお塩とで、バターがあるんですけど、このバターがねふわっふわに柔らかいんです。何に感動したって、飛行機の上でバターがあったかくて柔らかいってね、ありえないです。飛行機の上のバターってね、もうカッチカチなんですよ、いつもね。いや、バターで感動なかなかしないですよ。めちゃくちゃ美味しい。で、またね、このババロアが美味しかったです。甘いババロアじゃないんですけれども、オリーブオイルとお塩が入っている、めちゃくちゃ美味しいです。洋食メニューのお次はウニのクスクスです。ウニの塩味と下のクスクスがよく合いますということです。カニ卵豆腐が来ました。上には柚子かな、柚子の皮ですね。お椀もね、ちゃんとね、JAL なんですよ。JAL さんのお椀なんですよ。朝食、お次は北海道産のホッキ貝と野菜のマリネだそうです。下に、ホッキ貝がありますね。続いてがトラフグの湯引きですね。フグ、トラフグの湯引きと、こちらがキャビアですね。はい、湯葉の上にキャビアで、お醤油のジュレが乗っているという和洋折衷のね一品でございます。どんな味がするんでしょう。いただいてみましょう。では、まずはフグちゃんいってみましょう。
ポン酢大根に上に乗ってるのがミョウガですね。ミョウガとシソで、こちらがあ、これなんだ、あん肝かな、これフグの白子ですね。もうフグ尽くし、トラフグ尽くしですね。湯引きと皮と肝、こちらがキャビアで、湯葉ですね、で醤油ジュレ。せっかくなので全部一緒に行ってみましょう。このキャビアは美味しい。キャビア苦手なんです。基本的に生臭いの全部苦手なんですけど、一切生臭くない。このキャビアいくらするんだろう。こんなに入ってますからね。すごい量のキャビアですよ。一切生臭くない大福。このキャビアはね、食べれますね。といってもキャビアね、食べたこと人生で多分2回ぐらいしかないんですけど、2回ともね苦手だったんです。今回どうかなと思ったけど、美味しい。このキャビアは初めて美味しいと感じました。次はメインのオマールエビとキノコのフリカッセです。オマールエビの身がねすごいプリプリしていてね、美味しそうです。ちょっとね気流の荒いところ飛んでいるので、お味噌汁が揺れてはいますけれども、こちらがご飯ですね。いくらご飯いただいております。こちらが金目鯛ですね。金目鯛一度ちょっと揚げているらしいので、サクサクの食感とともにということで、金目鯛と舞茸の餡ですね。はい、でいくらご飯に、まあ、ぜひね、あの海苔を振りかけてお召し上がりくださいというのことでしたので、そうします。ね、なめこのお味噌汁も揺れておりますが美味しそうです。いや、早速金目鯛、ステーキを分けてもらったのでいただいてみたいと思います。ステーキ、こんな美味しいステーキね、庶民が食べちゃダメです。もうあの二度と戻れなくなっちゃう。デザートこちらがですね、丹波産の小豆を使用した牡蠣の羊羹だそうです。クリームチーズの上にラム酒のちょっとしたジュレですね。でそれの上にブドウの氷だそうなので、まあシャーベットですかね。すごく面白い味がしそうです。まあ絶対美味しいと思います。では早速よっ、すごく上品なお味で、でもね、あのしっかりと甘みもあって美味しい。クリームチーズとラム酒のジュレ、うん、これはヒナダメです。あのアルコールが強すぎて、これはねヒナあのベロンベロンになっちゃうんでダメなんですけど、シラフでこんなんなんでね、あのアルコール入れたらもうえらいことになっちゃう。ブドウのシャーベット、へー、食べたことないブドウのシャーベットです。っていうのも、そこの皮の内側の果肉の紫色の部分あるじゃないですか。あの味、思っていたブドウの味じゃないんですけど、これも美
味しい。食べていて気づいたんですけれども、これ要するにラムレーズンです。ただ相当な上品な、あの当然レーズンじゃなくてブドウなんですけれども、で下のクリームチーズが、まあ、アイスの役割をしていて、上のブドウがシャーベットなので、ラムのジュレとね、ラムレーズンのアイスを食べている感じなんですけど、こんな上品なね、ラムレーズンのアイス初めて食べました。洋食のデザートは栗のマカロンになります。栗のマカロンの上にこのコーヒーのグラニテをかけて食べるというさっぱりしたデザートになります。食後にコーヒーいただきました。このカップすごくないですか。もうなんかね、あの飛行機ならではだなって思うね、この安定感。もうここがねぴったりと同じ高さなのでね、安定感がすごいんですよ。コーヒー絶対倒れない。あと もう持ちやすい。これ欲しいな。ファーストクラスのトイレの中がこんな感じになっております。ベンチですね、座ったり、赤ちゃんのお見せ替えをしたり、荷物を置いたりする台があるのと、こちらがフィッティング台です。でこちらには消毒スプレーと歯ブラシ、モンタミンと化粧品がグレード4でボディエマルジョクリームなオイルだそうです。でこちらにはとティッシュペーパーなんとね、こんな一枚一枚手拭きの小さいタオルがあります。こんな感じでね、本当に手のひらサイズのタオルがあって、手を洗う際にね、こちらすごく活用することができます。でこれが、JAL さんのパジャマです。私が着てるのが今 S サイズなんですけど、 S で160センチ女性が着て、まあ、結構ゆったりと着れる感じですね。上下ハイグレーのパジャマになっています。就寝前のトイレに行ってる間に CA さんがベッドメイキングをしてくれています。マットレスはソフトとハードの2種類から選べます。長距離フライトでもゆっくり寝られますよ。まもなくですね、あと1時間ほどしましたらニューヨーク、ジョン・ F ・ケネディ国際空港へと着陸します。で着陸前にですね、せっかくなので今回、のお部屋紹介してみたいと思います。でその前にですね、まず今回の JAL ファーストクラス羽田ニューヨーク線のアメニティご紹介します。こちらです。ドーン。まあ、このヘッドホンはアメニティとして、お持ち帰りはできないんですけれども、機内で利用できるヘッドホンになります。今回ですね、こちらのゼロハリーバートンというカバンですね、はい、こちらのブランドのバッグの中にですね、アイマスク、マスク、モイスチャーマスクですね、でポケットティッシュ、リップクリームで、こちらがロクシタンですね。ロクシタンのハンドクリーム。機内乾燥するんでね、本当にこういうのあると助かります。で歯ブラシ、これ後で使います。でこれがマウスウォッシュですね、はい、アクアデンタマウスウォッシュで、耳栓が欲しい人はイヤープラグで、最後に櫛がついています。こちらはもうすべてね、お持ち帰りすることができます。最後にこちらのね、ヘッドホンなんですけどご紹介しましょう。こちらのヘッドホンなんですけれども、パナソニックの、あすごい JAL のね、ちゃんとロゴが入ってますね、はい、のヘッドホンなんですけども、これがねめちゃくちゃ音質がいいです。これでね、大画面で映画見るとね、もう本当に音質迫力あってね、最高のヘッドホンでした。これ多分買うとね、何万円もするヘッドホンだと思います。これは残念ながらね、当然お持ち帰りすることはできないんですけれども、まあ、機内でね、映画を見たりドラマを見たり、それをね、迫力満点のヘッドホンで楽しむことができました。
で、こちらのリモコンがついております。よいしょ。これでですね、マジック5と言われるこのモニターの操作が全部できます。ここでですね、 JAL ショップでしたら機内販売ですねを買うこともできます。ここでね、あの森伊蔵を買うこともできますからね。でフライトマップを見たり、お食事、お飲み物の注文であったり、まあ音楽だけを聞きたい場合はオーディオ、あとゲームしたい場合とか、まあニュースや映画ビデオなどなどもね、全部これ一本でやることができます。もちろんね、CA さんをお呼びすることもね、このリモコンでできます。画面を消したい場合はこれでオポンと押すと画面をつけることもできますし、もう一回押すと消せます。このリモコン自体もね、画面消すことができます。はい、ひなです。いやー、最高の旅だったね。電話見た？あ、電話もあるね。で、この機材はですね、珍しくリモコンがね、2つついてるんですよ。はい、こっちにもリモコンがございます。で、このリモコンが何かと言いますと、こっちがね、電話なんですよ。はい、これがね、電話でして、国際通話をね、かけることができます。多分めちゃくちゃ高いです。クレジットカードをここにスライドさせれば電話かけることができます。1分 $7.8 です。1分1000円でございます。はい、ちなみになんですけれども、この機材に関しましては多分エコノミーもビジネスも、この電話はかけることができます。で、また非常に嬉しかったのがですね、今回国際線機内インターネット Wi-Fi、24時間までね、この機内で無料 Wi-Fi 使うことができます。ちなみにこの Wi-Fi がですね、24時間を使うというフライトプランですね。ってなりますと料金が$18.8なので、まあ、およそ今の相場だと2500円以上ですね。はい、まあ、すごい金額なんですけれども、これが、今回無料でついておりました。これだけでもね、かなりの金額なので嬉しいですね。おかげさまで、はい、YouTube 見たりね、Twitter、インスタ投稿することもできました。使い方は簡単です。座席なんですけれども、まあ、今ちょっとご紹介はちょっとできませんが、当然フルフラットになります。ちょっとね、リュックがあって邪魔なんですけど、ごめんなさいね。はい、奥に靴置きがあります。まあ、当然ね、スリッパもいただけます。機内で過ごす間はですね、パジャマに着替えることができます。で、そのパジャマもね、お持ち帰りできますので、滞在中のホテルであったりとか、まあ、好きな場所でそのパジャマをね、着ることができるので、はい、それ前提でパジャマ持ってきてません。 CA さんがもう本当にやはりね、 JAL の CA さん、ファーストクラス、もう世界一の CA さんと呼ばれているだけあります。もうホスピタリティ素晴らしい。はい、もうすぐねケアしてくださいますし、もう本当におかげさまでね、めちゃくちゃ飲みましたし、めちゃくちゃ食べました。いや、本当に美味しかったです。もう飛行機の上でどうやってこんな美味しいお料理がね、提供できるのか全く分かんないんですけれども、ぜひね、その仕組み調べてみたいなと思いました。いや、本当にファーストクラス最高の旅です。またね、今回帰りの便もファーストクラス撮っていますので、またその違いなんかもね、動画にしていきたいと思います。この動画いいなと思ったらいいねボタンお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。またね、コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。